谷町4丁目駅は、大阪府大阪市中央区谷町4丁目にある、大阪市高速電気軌道の駅。谷町線と中央線の2路線が乗り入れる。駅番号は、谷町線が T23、中央線が C18。谷町線、中央線ともに、相対式2面2線ホームの地下駅。谷町線ホームの方が、中央線ホームより、下層にあり、中央線ホーム本町よりに、谷町線ホーム天王寺よりに通じる連絡階段が設けられている。改札口は、中央線ホーム双方の本町よりに1箇所ずつある。ほか、森の宮より付近と東梅田より付近にも1箇所ずつあり、合計4箇所。当駅は、阿波座管区駅に所属しており、阿波座副管区駅長により、当駅及び森の宮駅を管轄している。2020年11月10日の1日、乗降人員は 78,357 人である。大阪メトロの全107駅中第11位である。難波旧跡、芳園坂遺跡の最寄り駅で、大手前の官公庁街及び、大阪城追手口にも近接する。谷町筋側に、高架橋や地下道を設けた天満橋、谷町6、谷町9の各交差点と異なり、谷町4交差点では、谷町筋側は、平面道路のみで、中央台通側に、高架橋を設けて、渋滞緩和が図られている。駅東側の上町筋には、馬場町停留所と国立病院大阪医療センター停留所があり、バスの車内放送では、地下鉄、谷町4丁目と案内されているが、駅からは離れている。2008年3月29日まで、赤バスの谷町4丁目停留所が8号出入り口付近に設置されていたが、路線廃止とともに停留所も廃止された。2014年3月31日まで4号出入り口付近に105号、京東天満橋行きの停留所が存在していた。ありがとうございます。